1> 第1回 15U 世界野球選手権大会は国際野球連盟が主催する15歳以下の各国代表選手で競われる 15U 野球ワールドカップの第1回大会である。16歳以下の各国代表選手で競われていた AA 世界野球選手権大会の後継大会である。15カ国地域参加により 2012年8月16日から8月26日までメキシコチワワで開催された。優勝はベネズエラ。なお、日本、アメリカ、オーストラリアが開催地の正常不安を理由に参加辞退している。また、コロンビアとウガンダの参加辞退により代わりにホンジュラスとアルゼンチンが参加した。さらに、大会直前にバハマも参加辞退した。15チームが A 組。 B 組、C 組に分かれて、総当たり戦を行う。各組1位2位チームが、第2ラウンド A 組、各組3位4位チームが、第2ラウンド B 組、各組5位が、第2ラウンド C 組へ進出。第1ラウンドの各組1位2位チームによる A 組、各組3位4位チームによる B 組、各組5位チームによる C 組に分かれて、総当たり戦を行う。A 組の5位6位は5位決定戦へ。 3位、4位は3位、決定戦へ。1位、2位は、決勝戦へ進出。ありがとうございます。